はい、どうもお茶わさびです。今回も Call of Duty WW2 の実況プレイやっていきたいと思います。シップメントいきたい、ちょっと。5試合ほど取ったんですけども、なんだろう、こう、納得できるというか、提供したいものが、動画が出てこなかったんで、なんだ、一回取り直して、また再度、実況を取り直しております。で、前々回のお知らせの動画でもらったコメントに関して少し返していきたいなと思っています。まず、フォートナイトに関してはなんですけど、フォートナイトと、あと、メタルギアサバイブやったらどうですかってお勧めされたんですけど、まあ、フォートナイトに関してはちょっと考えてます。はい。で、その場合は多分ね、パソコン版の方をやるかなと思います。どうしよっかなチームデスマッチ、で、数十分メをタルギア進サバめイブちにろ。関しては、まあ、フリープレイで出たらちょっと買うかなっていう感じです。前進し、位置につけ。どうしようかな。チー MG ム打デちスそうマッかチ、な。数十分を進めちろ。前進し、位置につけ。Here we go。そっち行く？オッケーオッケー。行った。スナイパーか。ああ、たまには一回やってみるか。あれ？全然弾当たってないんかい。オッケー。あー、ダメか。割とね、自分ショットガンじゃないや、ショットガンとスナイパーライフルはあまり好きじゃないけど、使わなきゃいけないところでは使っていかないとなぁとは思いますね。使えるようになりたいですね。あぶねあぶね。怖かった。今当たったのかよ、あれ。こちらにある。ああ オッケー。いや、マジでどういう原理で俺のこの弾当たってるのかよく分かんないんだけどね。偵察機を加速。撤退だな。増援がいる。来るか。来ないか。リードしているぞ。ああ、そうだよ。そこにスナイパーがいたんだよな。いや、ここの距離だったらこれだな。
熱い。やばいやばい、来るぞこれ。味方か。ん？いないのか。倒したのかな。ああ、そっちにもスナイパー来てる。難しい。トリガーを引かせた中で死んでんな。こっちか見ろ。行って、ダメだな。なになになに。あ、いたいたいた。あれ今降りてきたの誰だったの。味方今の。なんだよ、紛らわしいな。敵かと思ったわ今。敵の偵察機を加速。はあ、なんだろう、このステージ一番俺萎えるんだよな。面白くなさすぎるんだよ。ほら、周り全滅してるしさ。一方的な死になるんだよ。だからあんまり好きじゃないんだよな。で、敵か。いや無理ですわ。2発当てたことだけでも祝福してほしい。ああいたんかい。あれ死んじゃったよ。ほんとさ、死ぬんだったらさっさとパタッと死んでほしいよね。めんどくさい。こちらが優勢だ。え、嘘。あの状況からここまで持ち替えたの？すごいね。あー危ない。オッケー、我々の勝ちだ。あんまり好きじゃねえんだよなこのステージ本当に。うわすごい。なんだそれ。はい、これでいっか。今回の動画はあまりお見せしないであろうスナイパーライフルの動画も撮れたのでいいでしょう。これでいや正直ここの順位に関係なく、あの面白いなとか見てて楽しいなって思える動画を自分は提供したいと考えているので、はい。じゃあ今回使ったのはこれか。そろそろこれもね変えたいなと思うんだけど、これいつ解除されるの。とりあえず MJ42 っていうのを使ってみたいんですけど、まあそれ今使えない、なんか知らないけど使えないので、まあ仕方なくこれを使ってるって感じですね。でこれはねなんか照準がねあんまり好きじゃなかったんだよこれ。だからあんまり使わなかった、このザクマシンガンみたいなやつで。これはなんか多分低連射速度で大ダメージってことは打ち合いで負けやすくなるから、じゃあいいやって思って、うん、こっちにこっちです。はい、
ね。はい。で、まあメインとしてはエイムが早く、あ、エイム中の速度、これとこれか、いつもの2つですね。でローンチつけて、特にここもこだわりなくフラグを投げて使っています。で、あとこれが、あ、つけよう。あ、とりあえず今はこれだ、これだったね。ちょっと外したけど、今買ったやつ。はい、ライフルマンなんで近接戦とかでも大丈夫かな。うん、 PPSH41 は多分何もリサルじゃないや、アタッチメントつけなくても、うん、強いと思うんで、思ってるんで、これをサブにしてメインこれでって感じでやってます。うん、どうしてもね、スナイパーって多分慣れてない、俺みたいな人はね、慣れてないので、あ、そのなんだろう、ポイントに行って構えてるのはともかく、それ以外のタイミングでこれ使うってことがあんまりないと思うんで、こっちを普通は、そうだからサブの方にどうしてもお世話になるんだけど、まあ、そのサブをなるべく強くしたいなって思ってライフルマンつけてます。はい、そんな感じかな。あ、そうそうそう。で、さっきなんかすごい3キルぐらいかしてた気がするけど、よく当たったなって思う。だってあれ多分全部あれ使ってないよ、集中するやつ、息止めるやつ使ってないからびっくりしたね。はい、偶然の産物でしょうが、1キルは1キル。はい、というわけで今回は USS テキサス、自分が好きではないまたステージでした。